トヨタのフラッグシップスポーツカーとして1993年に登場したものの、2002年に生産終了となり、2019年に衝撃の復活を遂げた車といえばスープラだよな。そうね。スープラ復活のニュースには本当に驚かされたわ。でもな、今回はその驚きを上回るビッグニュースを持ってきたんだ。まさかスープラの新型モデル登場とか。正解だ。しかもマイナーチェンジなどの改良ではなく、現行スープラとは別のスープラが登場するんだぜ。なんということでしょう。それで新型スープラの正体はわかっているの？ああ、なんと、80スープラの新型なんだ。ここに来てまさかの80スープラ復活。現行型スープラの他には80スープラもラインナップに加われば、トヨタのスポーツカーがまた賑わいを見せそうだわ。車好きとしては大歓迎のニュースだよな。ということで今回は新型80スープラについての情報や、なぜトヨタが80スープラを復活させるのかについてたっぷりと解説していくぜ。めちゃくちゃ楽しみだわ。マリサ、よろしくお願いします。新型80スープラを解説する前に、まずはスープラの歴史から振り返ろうと思うんだが、実はスープラっていう社名が付けられたのは、日本よりもアメリカが先だってことを知ってたか？全然知らなかったわ。てっきり日本と海外で同時期にスープラが発売されたと思っていたからね。これはスープラの歴史を知る上で大切なポイントになりそうだから、どういうことか教えてよ。スープラの歴史を語るのに欠かせないのが、1978年に登場したセリカ WX だ。セリカは知っているけど WX っていうモデルは聞いたことがないわ。WX は当時の人気モデルであり、日本初のスペシャリティカーとして登場したセリカが2代目になった時、セリカの上級モデルとして開発されたんだ。どんな特徴があったの？6気筒エンジンを搭載し、ハイパワー、高級感、豪華さを追求していたんだ。例えば当時3速オートマが主流だった中、WX には4速オートマが搭載されたし、パワーステ、ディスクブレーキ、アルミホイールなどを標準装備としたんだぜ。上級モデルとしてふさわしい装備が備わっていたのね。またオプションでクルーズコントロール、オートエアコン、パワーウィンドウ、パワードアロック、本革仕様のインテリアなども装備可能で、当時の最新かつ最高の装備を備えたフラッグシップと呼ぶにふさわしい車でもあったんだ。ということは通常モデルのセリカでは満足できない人のため、そしてさらなるユーザーを獲得するために登場したモデルってこと？それも一つの理由だな。でも本当の目的は、長らくスポーツカー市場を独占しており、北米で大人気だった日産、フェアレディ Z の対抗馬となることだったんだ。当時のフェアレディ Z といえば、ロングノーズ、ショートデッキのデザインと6気筒エンジンが特徴だよね。ああ。でも通常モデルのセリカは4気筒エンジンだったし、ボディサイズも Z と比べると小さかったから、WX の投入なくしては Z に対抗することができなかったんだな。なるほどね。でもエンジンやボディサイズを大きくしただけだと、Z の2番線時になりそうで怖いわね。そうならないために、WX はグランツーリスモという GT カーを目指し、スポーティさにラグジュアリーな雰囲気を追加して作られたんだ。だから WX の装備は豪華なのか。こうして優れた動力性能と快適な装備を持った WX は北米でも販売されることになるんだけど、とある問題にぶつかることになるんだぜ。北米での販売許可が下りないとか。いや、セリカ WX という社名で売ることができないという問題だ。その社名のどこがいけないの？アメリカでは成人向け映画などの過激ドランクを X の数で表現していたから、WX は今でいうところの R18 という感じになってしまい、良いイメージを持つ人は少なかったんだ。なるほどね。WX でも販売できたかもしれないけど、それだと世間のイメージが良くないから社名変更を余儀なくされたのね。もしかして WX の代わりに付けられた社名がスープラってこと？そうなんだ。だから北米ではセリカスープラとして販売されたんだぜ。さっきマリサは、スープラっていう社名が付けられたのは、日本よりもアメリカが先って言ってたけど、その理由がわかったわ。ちなみにスープラっていう社名にはどんな意味があるの？ラテン語で、市場かつ最高、上、超えて、という意味があるんだ。打倒 Z を念頭に置いてつけたのかもしれないし、過去のモデルを超えられるようにっていう願いも込められていそうだわ。こうして北米での社名も無事に決まり、セリカスープラが販売されてから3年後の1981年にフルモデルチェンジが行われ、2代目が登場するんだ。2代目でも GT カーというスタンスは変わらなかったの？いや、スポーティー路線に変更されたんだぜ。どうして急な路線変更をしたのかしら？初代がフルモデルチェンジする少し前に、WX の GT カーのコンセプトを引き継いだソアラが登場したからだな。ソアラに GT カーの役割を譲り、セリカはスポーティーさ一本で勝負することにしたのね。この変更により2代目 WX の味付けはかなり変わったんじゃない？外観にはリトラクタブルヘッドライトを採用し、空力を意識したシャープなデザインになったからな。しかも北米使用車にはオーバーフェンダーが装着され、スポーティーさが一層強調されることになったんだぜ。走行性能も大幅に上がったの？ああ。特にフラッグシップモデルのセリカ WX2800GT は、当時最強のスペックを誇る 2.8 リットル、直6、DOHC エンジンを搭載し 170PS24.0kgm を発生させ、0-100 加速は 9.8 秒、最高速度は200キロを超えるマシンだったんだ。高性能エンジンを支えるための足回りも重要だよね。その点も心配ないぜ。2代目登場時の CM には、イギリスのロータス、カーズの創始者であるコーリン・チャップマン氏を起用したり、カタログでも走行性能の高さをアピールしていたからな。ロータスの創始者が CM に出ているってことは、足回りを担当しているのはロータスなの。当初、その話は誤りであるとされていたけど、後年になってトヨタから正式にロータスと協力関係にあったことが明かされているから、ハンドリング、バイ、ロータスってことでいいだろうな。2代目 WX についてもよくわかったけど、日本でスープラの社名が付けられたのはいつのことなの？1986年にモデルチェンジが行われたのをきっかけに、スープラはセリカから独立したモデルとなり、北米で使用されていたスープラという名前に統一されたんだ。日本では初代スープラ、北米では3代目のスープラってことね。確か70スープラって呼ばれているんじゃなかった？そうだな。70スープラのキャッチコピーは、トヨタ 3000GT で、1960年代の名車、2000GT をイメージしたモデルとして登場したんだ。これまでのモデル同様、人気を集めたのかな。デビュー直後から米国では大人気となり、当時の米国市場で最も人気の高い日本製スポーツカーの一つとして地位を確立したほどだ。もちろん日本でも人気だったぜ。高い走行性能のおかげなの。例えばトップグレードの 3.0GT ターボには 230PS の直6ターボエンジンが搭載され、0-100 は 6.4 秒、最高速度は232キロに達したから、高性能であることは間違いないな。参考までに先代の最高スペックはどれくらいだったのかな？ 175PS だから、先代と比べるとパフォーマンスがめちゃくちゃ向上したんだ。次はいよいよ280馬力を目指すのね。1990年の最後のマイナーチェンジ時に登場した 2.5GT ツインターボには 2.5 リットル直6ツインターボエンジンが搭載され 280PS に到達したんだ。ちなみにビルシュタイン社と共同開発した専用ショックアブソーバーも採用され、トヨタ社初となる 280PS の5速マニュアル設定車となったんだぜ。1990年頃って言うと、国産スポーツカーが賑わっていた頃じゃなかった。1989年にはスカイライン R32GTR、1990年には NSX、1991年には RX7 が登場し、280馬力のスポーツカーが各メーカーから販売されていたからな。各メーカーが新型スポーツカーを出す中、スープラは旧型のままだったのね。マイナーチェンジして280馬力に到達したとはいえ、複数のライバルの登場にトヨタは結構焦っていたんじゃない？そうかもな。でもライバルたちから遅れること数年後の1993年にはチマルスープラが登場し、巻き返しを図ることになるんだぜ。ここでついにはチマルスープラの登場ね。80スープラは、ザ・スポーツ・オブ・トヨタをキャッチコピーとし、トヨタのフラッグシップスポーツカーとしてのイメージを強めたいという思いが込められているんだ。どんな風にスポーツ性能が強化されているの？詳細に関しては後でたっぷり紹介するけど、ドイツのニュルブルクリンクで基本性能が鍛え上げられた結果、トヨタの社内訓練車として使用されるほどの高い完成度を持っているんだぜ。詳細を聞くのが楽しみだわ。それじゃあ先には80スープラの歴史の続きを聞こうかしら。80スープラは新開発された電子制御サブスロットルシステム、ETCS や、日本産国内向け乗用車としては初となる6速マニュアルトランスミッションを搭載するなど、当時のスポーツカーをリードする存在として登場したんだ。ライバルより遅れて登場しただけあって、当時の最高技術が詰め込まれた結果、ライバルからも一目置かれる存在になったのね。その後1994年8月には、ビルシュタイン社のショックアブソーバーやトルセン LSD、大型リアスポイラー等を装備させた SZR が追加されたんだ。また1996年には全車両に ABS の導入やボディ剛性の強化なども行われていったんだ。マイナーチェンジのたびに走行性能と安全性能を強化していったってことか。そして1997年8月に最後のマイナーチェンジが行われ、エンジンが VVTi 化されたことにより、最大トルクが若干向上し 280PS46.0kgm のスペックになったんだぜ。トヨタのフラッグシップスポーツカーとして高い走行性能を持ち、ライバルたちからも一目置かれていたのに、どうして生産終了になったの？2000年に行われた排ガス規制の影響により、2002年に生産を断念することになるんだ。排ガス規制の影響で、スープラを含めた数々の名車が生産終了になってきたのは本当に残念だわ。でもスープラが復活する日が来るんだよね。2019年にな。これに関しては後ほど解説するとして、先に80スープラの詳細情報を聞きたくないか。そうね。トヨタ渾身のスポーツカーの中身はぜひとも知りたいわ。まずは外観と内装の特徴からお願いします。80スープラは先代まで続いていた直線基調のデザインを止め、全体的に曲線を多用したグラマラスなスタイルになったんだ。丸みを帯びたふくよかな曲面と、大きく張り出したフェンダーはいつ見ても惚れ惚れするわ。ボディサイズにも変更があったの。先代と比較すると全長はマイナス 100mm の 4520mm、全幅はプラス 65mm の 1810mm、全高はマイナス 25mm の 1275mm、ホイールベースはマイナス 45mm の 2550mm だな。より低く、ワイドに、短くなったのが特徴なのね。また大きくて大胆なリアウィングは、ダウンフォースと後方視界を両立させた優れもので、空力的にも優秀なんだぜ。リアウィングって見かけ倒しのものもあるけど、スープラはしっかり空力計算された上で備わっているのね。次は内装についてだ。80スープラの特徴といえば、なんといっても戦闘機のコックピットを思わせる個性的な作りになっていることだな。写真で見ただけでも全ての操作系統がドライバー側を向くような配置となっているのがわかるけど、実際に座ってみるとマジですごいぜ。ドライバーがすっぽり覆われるような感じで、マシンを操ってます感が半端ないわ。メーター類に注目すると、メーター群の中央にタコメーター、左にスピードメーター、右には丸型のメーターが三角形状に3つ配置されていて、上がブースト系、左下が水温系、右下が燃料系となっているんだ。見事にまとめられたメーター類ね。またスピードメーターのさらに左側には、丸型のアナログ時計が設置されていたり、風の吹き出し口を切り替えるスイッチがボタン式なのもたまらないな。すべての操作系統がドライバーの手の届く位置に配置されていて、デザイン性よりも機能性を追求したレイアウトになっているのがわかるわ。参考までにオーナーの声として、現代の車と比べると収納やドリンクホルダーはないが、運転席が包み込まれている感じは最高。ドライバーの方を向いているインテリアはいかにもコックピットという感じ。無駄なものがなく、操作もしやすい、というものがあるぜ。外観だけでなく内装にもスープラならではの特徴があるなんて知らなかったわ。内装でもう一つ注目したいのがリアシートだ。80スープラって2人乗りじゃなかったのね。一応リアシートもあって定員は4名だな。ただし馬でもめちゃくちゃ狭いぜ。そんなに狭いなら2シーターでよかったんじゃないの？まあな。でも一説によるとアメリカの自動車保険料は2シータースポーツカーの場合、初期設定がかなり高いようなんだ。だから保険料を抑えるために4シーター化したと言われているんだ。大人の事情が絡んでいるのか。外観と内装の特徴はこれくらいにして、次は走行性能の特徴を解説していくぜ。80スープラに搭載されるのは、70スープラの 2.5 リットル、直6の 1JZ エンジンを進化させた3リットル、直6の 2JZ エンジンだ。このエンジンはトヨタのスポーツエンジンとして非常に高い知名度を誇り、国内外でトヨタ最強エンジンと呼ばれるほど評判が良いんだな。どんなところがすごかったの？耐久性とチューニング耐性に優れていて、チューニングの度合いによっては 1000PS オーバーのパワーを出すこともできるんだ。随分と頑丈なエンジンなのね。また、とある日本のチューニングメーカーが作り上げた80スープラは、アメリカのユタ州にあるエンコの後にできた平原で行われたナショナルスピードトライアルにおいて、400キロオーバーを記録したこともあるんだぜ。80スープラのエンジンについてさらに深掘りしてみると、いろんな記録やチューニング例が出てきて面白そうじゃない。そうかもな。そういったこともあり、このエンジンはチューニングベースとして使用されることも多く、世界中のチューナーから人気のエンジンなのさ。参考までにノーマルのスペックはどんな感じなの？シーケンシャルツインターボを搭載したエンジンは 280PS44.0kgm を発生させ、0-100 加速は 4.6 秒なんだ。ちなみに英国仕様は 330PS44.8kgm でパワフルになっているのが特徴なんだぜ。まだまだエンジンについて聞きたいけど、その他の特徴も聞きたいからこれくらいにしておいて、エンジン以外でスープラの走行性能を支えているものには何があるの？ETCS というトヨタの電子制御スロットルシステムで、一般にはドライブ、バイ、ワイヤーと呼ばれるものがあるぜ。ここ最近になって聞くことが多いシステムだけど、トヨタはそんなに早くからドライブ、バイ、ワイヤーを搭載していたのか。80スープラって恐ろしいわね。でもそのシステムを搭載するとどんなメリットがあるの？アクセルペダルの回動電気信号で読み取り、コンピューター制御によってスロットルコントロールされるから、滑りやすい路面で空転が抑えられ、車両の安定性と駆動力が向上するんだ。足回りとかはどんな感じかな？4輪ともダブルウィッシュボーン式のサスペンションが採用されたほか、最後のマイナーチェンジではリアスというハイテクなサスペンションシステムが採用されたんだぜ。リアスといえば、リアス式海岸でしょ。リアスは相互連携ショックアブソーバーシステムとも呼ばれ、左右輪のショックアブソーバーの間に介在するバルブが、走行中の車の左右の揺れを抑えてくれるから、タイヤの接地性を大幅に向上させることができるんだ。つまり地面にピタッと張り付くような安定感があるってことね。実はレイムの言う通り、スープラはハンドリングマシンの性格が強いんだ。というのも、前後の重量バランスは54対46で FR の理想に近いし、ワインディングなどでも 1.5 トンの車重をさほど感じさせないほどの走行性能を持っているからな。重量バランスにもかなりこだわったんじゃないの？プラットフォームは3代目ソアラと共有だったけど、燃料タンクの位置をリアシート下からトランクルーム下へ移して重量配分を最適化するなど、細かな調整を行ったほどだ。この他にも注目できる走行性能の特徴はあるかしら。国産車で初めて、トランスミッションにドイツのゲトラグ社と共同開発した6速ミッションを搭載したことや、コーナリング時の制御安定性を追求したスポーツ ABS が装備されたのも特徴だな。これだけの性能を持ったスポーツカーだし、国産スポーツカー全盛期ということもあり、かなり売れたんじゃないの。結論から言うと、1993年から2002年までの9年3ヶ月で約 3.1 万台が売れたんだ。でも生産終了間近の2001年は396台、2002年には342台という、残念な結末を迎えたんだぜ。思ったほど売れていないのね。ライバル車が多かったことが原因の一つかもね。でも実際のオーナーはかなり満足していたんじゃない？そりゃそうだろ。今でも80スープラに乗っている人の声としては、重量もあるが大排気量&ハイパワーで全く気にならない。元々のポテンシャルが高いため、ちょっと手を加えるだけで400馬力を超える。重いボディの割にはハンドリングが軽やかで重さを感じない。古い車なので部品が手に入りにくい、というものがあったぜ。販売台数がそれほど多くなく、ユーザーからの評判がいいなら中古車でも結構な値がついてそうだけど。グーネットで調べたところ、80スープラはわずか18台しかなく、そのうちマニュアル車は10台だったな。そして価格は360万から800万円、そして中には1900万円の個体まであったぜ。18台という希少性もすごいけど、1900万円って、どれだけ高い値段をつけているのよ。この車は KRC のフルカスタムが施されているだけでなく、オープンワールドレースゲームで人気の高いフォルツァホライズン5のベース車両にもなっているし、狭小にも出展された個体なんだぜ。肩書きというか経歴がすごいわね。ちなみに狭小っていうのは、世界最大規模の自動車パーツ見本市で、北米だけでなく世界中のカスタムパーツメーカーやバイヤー、そして自動車メーカーが集まる、自動車カスタムの有効最先端がわかる展示会のことだ。ということは世界にお披露目されるほどのこだわりが詰まった、レアな車両ってことか。それなら1900万円という値がついてもおかしくないわね。まあ1900万円の車両は置いておき、普通に販売されている車両でもなかなかの価格だよな。そうね。欲しいと思ってもそう簡単には買えない金額だわ。でも実は80スープラは今が買い時、というか、とにかく早く購入した方がいいと複数の中古車業者が口を揃えているんだぜ。一体どうしてなの？ズバリ、人気だからだ。それは中古車市場で貴重な存在になっていることからもわかるけど、最近でも人気は続いているの。2015年頃まではターボエンジンを搭載した RZ か RZS のマニュアルモデルの人気が高く、ユーザーからのニーズも多かったため価格は高かったようなんだ。一方の NA 車は人気がなかったこともあり、比較的安かったのね。ところが2019年頃からグレードやミッションに関係なく流通台数が減り始め、それに伴って価格が上昇し現在に至っているようだぜ。つまりこれからまだまだ値上がる可能性があるから、できるだけ早く中古車を買っておいた方がいいってことか。とはいえ、焦って買ってはいけないぜ。なぜなら経年劣化やカスタム度合いによって劣悪品とも言えるような個体から程度のいい個体まであり、どんな個体を買えばよいのか、ある程度の知識を持っておく必要があるからな。めちゃくちゃ参考になりそうな話じゃない。もう少し具体的な話を聞かせてよ。まず狙い目のグレードだけど、上位グレードである RZ や RZS がおすすめだぜ。ターボモデルが人気ってことね。でもサーキットとかで走り込まれてかなり傷んだ個体とか、ガチガチにカスタムされた個体が多そうだけど。そう思うよな。でも実は程度が良いものが多いんだ。業者さん曰く、サーキットでバリバリ使われていた個体は意外と少なく、そういう個体はすでに寿命を迎えて廃車になっている、あるいはオーナーが手放さないようだから、中古車市場に出回ることが少ないようだな。確かにそうね。特に新車で購入したオーナーたちは思い出もたくさんあるだろうし、80スープラが貴重な人気の車ってことを知っているから、簡単に手放すはずないか。また上位グレードは中古車市場でも高値で取引されていて、価格の高騰する時期が早かったため、コレクターや投資の対象として所有していたオーナーも多く、程度のいい個体が多く残っている、とも業者は言っているぜ。さすがその道のプロが言うことには説得力があるわ。一方で NA モデルなどのエントリーグレードは新車時の価格も安かったため、複数人の手に渡っていたり、カスタムベースとして使われることも多かったため、程度が悪い個体が多い傾向にあるんだ。素人の感覚からすれば、カスタムされていればいるほど高値がつきそうだけど違うの。純正オリジナルが高値をつけ、カスタムされている車両に高値がつけられることはあまりないようだな。その理由としてカスタム車両は個性が強いものが多く、装着パーツによって値段がまちまちだから、中古の販売価格に反映されにくいようだぜ。言われてみればそうね。カスタム車両って前オーナーの好みが反映されているし、そこからさらに自分好みの車を作ろうとすると追加費用が発生するから、いいことってあんまりないか。この他にも注意したい点として下回りの錆があるな。特に80スープラはトヨタ車では珍しく下回りの錆が出やすい車なんだ。細かいところを上げていくとキリがなさそうだけどな。だから代表的な部分しか言わないぜ。この他にもヘッドライト内のメッキ剥がれ、内装ダッシュボードの浮き、めくれなどにも注意が必要みたいだな。そして最後にもう一つ忘れてはいけない大切なことがあるんだ。一体何しら？セキュリティシステムを装着するということだ。すっかり忘れていたわ。人気車種なだけあって盗難の被害に遭う可能性は十分考えられるもんね。販売されている個体の中には、すでに装着されているものも多いようだが、年々盗難の手口が巧妙になっていることもあり、最新のセキュリティシステムを装着しておくと、万が一の時の安心度合いが上がるな。ここまでで80スープラの細かい特徴や中古車情報など、ためになる情報が盛りだくさんだったけど、冒頭でマリサは80スープラの新型が出るって言ってたよね。今度はその話を聞かせてもらえるかしら。ああ。現業 GR スープラは70スープラからの伝統を継承するため、当時世界で唯一直六エンジンを製造していた BMW と共同開発し、3リットル、直六エンジンと後輪駆動というパッケージングを実現したんだ。トヨタがスープラをいかに大切な車と思っているかがよくわかるわね。また開発コストの低減を考慮した結果、エンジンやシャシーなどのプラットフォームは、BMW の3代目 Z4 と共通化されたけど、Z4 とはボディ形状も違えば、エンジン特性などの走行性能も異なっているため、Z4 の姉妹車という扱いではないんだぜ。とはいえ、BMW のパッケージングを使っているから、スープラの中身は BMW なんでしょ。ざっくり言ってしまえばそうなるな。でも要所要所の区切りごとで、トヨタが目標値に照らし合わせながら BMW の設計を確認し、トヨタが技術的な提案を行うという手法で開発が進められたから、共同開発とも言えるんだ。エンジンやプラットフォーム以外の開発はどうやって進めていったの？トヨタ側は5代目スープラ、BMW 側では3代目 Z4 を開発するチームが別個に立ち上げられたんだ。そして互いの車両の構想を練った後に、共有できるものは両車種で共有する手法が取られたんだぜ。通常の開発手法とはだいぶ違うのね。ああ。さらに最終的なゴールが両者は違っていたから、スープラはクーペ、Z4 はオープンカーという具合に、別々のボディ形状にもなったしな。80スープラ同様、4シーターは継続されているの。旋回性能を向上させるために2シーター化に踏み切ったんだ。これにより全長は先代と比べてマイナス 140mm、ホイールベースもマイナス 80mm 短縮され、前幅はプラス 55mm 広く、前後はプラス 15mm 高くなったんだぜ。80スープラの伝統を継承できる部分はしっかり継承するけど、できない部分はざっくり切り捨てるっていう発想もいいわね。走行性能の特徴も簡単に教えてください。GR スープラには 2.0 リットル、直4、ツインスクロールターボが搭載された 197PS と 258PS のグレード、そして 3.0 リットル、直6、ツインスクロールターボが搭載された 387PS の3つのグレードがあるんだ。ちなみに 2.0L エンジンでもグレードによって馬力が違うのは、エンジン特性が変更されているからだな。どのグレードでもマニュアル車が選べるのかな？ 3.0 リットルグレードの未6速マニュアルトランスミッションが選択できて、それ以外は8速オートマだな。エンジン以外にも走行性能に関係する特徴的な装備はあるの？さっき80スープラの解説で、リアスという相互連携ショックアブソーバーの話をしたのを覚えているか？ざっくり言うと、地面にピタッと張り付くような安定感をもたらしてくれる機構だよね。ああ、そのリアスの進化版となるトラスが、GR スープラで採用されているんだ。どんな点が進化しているの？開発者の言葉を借りると、路面に吸い付くようなフィーリング、上品な乗り心地、になっているようだぜ。80スープラで培われた技術が、現代でも走行性能向上に役立つ機構として採用されていることを考えると、改めては80スープラの功績ってすごいわね。こうやってスープラの歴史や現行型の特徴を考えていくと、新型80スープラもかなり期待できる車になることが予想されないか。もちろんよ。そろそろ80スープラの最新情報を知りたいと思っていたところなの。念のため聞いておくけど、80スープラに搭載されていたエンジンが再製造されて新型に乗るっていうことはないよね。きっとスープラ好きの多くの人がそれを望むだろうな。でも残念ながらその可能性はゼロだ。いくらに 2JZ エンジンが耐久性に優れていてチューニングしやすいとはいえ、20年以上も前のエンジンだからな。当時の80スープラで使われていた純正パーツ類も在庫がだいぶなくなっているだろうから、80スープラの完全再現っていうのは難しいよね。そうなると次に思いつくのはどんな方法だ？GR スープラを上手に利用して新型80スープラを作るとか。そうだよな。実はその線が濃厚なんだぜ。そんな話聞いたことがないけど、すでにコンセプトカーのようなものがあるってこと？さっき中古車情報のところで登場した狭小って覚えているか？世界最大規模の自動車パーツ見本市だったよね。もしかしてその小ですでに公開されているの？ああ。しかもトヨタの米国部門が2019年11月に公開しているんだぜ。その社名は、GR スープラ、ヘリテージエディション、だ。ちなみにヘリテージには、継承物、遺産、伝統という意味があるんだ。つまり80スープラに敬意を示して開発されたカスタマイズカーってこと？そういうことだ。例えばスープラに採用されている大型リアウィングは80スープラ用をベースに、GR スープラのボディサイズに合わせて修正されたものなんだぜ。まさに80スープラのリアウィングを現代に復活させたのね。また80スープラのテールライトを再現するため、丸型レンズのものをカスタムメイドしたり、フロントリップスポイラーやリアディフューザーの新設計、さらにボディカラーは80スープラを連想させる、リエントリーレッド、と呼ばれる鮮やかな赤で塗装されたことにも注目できるな。外観以外の情報もあるの？搭載されるエンジンは GR スープラの上位グレードと同じで、そこにチューニング済みのターボチャージャーが組み合わされ、最大出力は 500HP 以上になるんだ。さらにフロント 295/30R19、リア 305/30R19 サイズのタイヤが組み込まれているのも特徴だ。80スープラを彷彿させるエクステリアと、80スープラ以上の走行性能を持っているなら、新型80スープラと言っても過言ではないってことか。でもこれで終わりではないんだ。まだ何か情報があるの？実は同省においてもう1台公開されたモデルがあるんだ。その社名は、GR スープラ、ハイパーブーストエディションだぜ。名前からして速そうだわ。ああ。主な特徴は20のパーツで構成されるカーボンファイバー製ボディキットを純正部品のようにボルトオン装着できること、またリアウィングは80スープラを思わせる大型デザインとなっていること、軽量化のためにルーフもカーボンファイバーになっていることなどがあるな。これにさっきのリアテールライトを装着すれば、80スープラ感が強まるわね。そしてエンジンは 3.0 リットル、直6にチューニングされたターボチャージャーが搭載されるほか、チタン製のエグゾーストシステムも装着され最大出力は 750HP 以上になるんだ。ハイパーブーストっていう社名がぴったりだわ。また足回りには車高調整ができるサスペンション、ブレンボ製のブレーキ、フロント 285/30R20、リア 335/25R20 のタイヤとカスタムホイールが組み合わされているから、最強の80スープラになりそうだぜ。こういうショーに登場した車って、数年後さらに進化して登場する可能性があることを考えると、マリサが紹介してくれた2台は、新型80スープラのコンセプトモデルとも言えるわね。しかも2023年に GR スープラの特別使用車が日本、北米、ドイツで発表されていることを考えると、トヨタはまだまだ GR スープラの開発に力を入れるだろうから、新型80スープラの開発が裏で進行しても不思議ではないしな。これからが楽しみだわ。それはそうとトヨタが80スープラにこだわるのは、思い入れがあるのはもちろんだけど、それだけ熱い思いを持ったファンがいるからだよね。80スープラはどうしてそんなに人気なのかしら。ここでは5つの理由を紹介するぜ。まず一つ目はフラッグシップらしい迫力で唯一無二の存在感だからだ。GR スープラもフラッグシップスポーツカーとして頑張っていると思うけど、80スープラとどう違うわけ？ GR スープラはハンドリング重視ということもあり、全長を短めに設定していて、スポーツカーらしいコンパクトな印象のスタイリングだよな。そうか。一方の80スープラは、ふくよかな局面で大きく張り出したフェンダーやワイド感を強めるランプ類の造形など、GR スープラよりフラッグシップらしい存在感のあるデザインが唯一無二ってことね。二つ目の理由は 2JZ エンジンなどの装備がすごいからだ。2JZ エンジンがすごいことはすでに解説済みだが、実はこのエンジンが搭載されたのはスープラ以外では、スポーツセダンのアリストしかないんだ。もっとたくさんの車に搭載されているかと思ったけど違ったのね。そして耐久性とチューニング耐性に優れているこのエンジンは、チューニングのベース車として幅広く用いられ続けているよな。1000馬力オーバーにも対応できるエンジンが重宝されるのは当然だよ。三つ目の理由は何かしら？レースでの大活躍に加え、レーシングゲームでも存在感を発揮したことだ。例えば全日本 GT 選手権からスーパー GT に至るまで、80スープラはワークス参戦を長期間続けており、GT500 クラスのドライバーズチャンピオンを何度も獲得する実績を残していることは、スープラのスポーツカーイメージを高めた一因だな。だからグランツーリスモなどのゲームには、通常仕様のスープラをはじめ、レース仕様にカスタマイズされたモデルまで登場するのね。4つ目の理由は、メディア作品での活躍も人気を後押しし、海外での需要が上がっていることだ。そうそう。80スープラといえばオレンジのスープラが登場するワイルドスピードでしょ。しかも、現在まで続くワイルド、スピードシリーズの劇中では、80スープラが特別な存在として描かれていることも印象的だわ。ああ、やっぱり映画の影響は大きいようだな。元から80スープラは海外で人気だったけど、この映画によってさらに多くのファンができたようだしな。最後の理由は何かしら？トヨタが単独で開発した最後のスープラだからだ。わかるわ。スープラの復活は衝撃的だったけど、まさかの BMW との共同開発っていうのを聞いて、残念な気持ちがなかったわけではないからね。ああ、このような5つの理由があって、80スープラは今でも大人気なんだぜ。ちょっと待って。確かにどの理由も納得できるしその通りだと思うけど、あくまでも一ファンとしての意見だよね。もう少し専門的な人からの意見もあれば聞きたいんだけどな。それじゃあ80スープラに魅了された2人のプロドライバーの話からも、80スープラの人気の秘密に迫ってみるのはどうだ？めちゃくちゃ面白そうじゃない？まず一人目のレーサーは折戸学氏だ。折戸氏はドリフトキングとして知られる土屋圭一氏の後釜とも言われ、スーパー GT などでシリーズチャンピオンになるほどの実力の持ち主だぜ。そんな経歴を持つ折戸氏はどんな評価をしているの？スープラで印象的なのは車自体の設計だけでなく、インテリアも高級感があり、ドライバーの方に向いたコックピットなど、高級 FR スポーツであることと述べているんだ。走行性能に関しても何かコメントしているのかな？エンジンの滑らかさやボディ剛性も高級車のようで、乗り味に納得できたとも言っているな。さらに自分がかっこいいと思えるようなエアロがなかったことをきっかけに、自身でデザインしたオリジナルエアロを装着したり、自身のブランドを立ち上げるなど、80スープラの虜になっているぜ。二人目のドライバーはどなた？ジムカーナやスーパー GT で3年連続チャンピオンに輝いた経験のある山野哲也氏だ。山野氏はどんな評価をしているの？80スープラを一言で表すと、ドライバーと車の一体感に尽きる、そしてボディが大きい割に実際に運転してみると、大きさは気にならないとも言っているんだ。どんな時に感じたのかな？コーナーリングの時、スープラは旋回軸が車の中心、サイドブレーキの根元にあるように感じるようだぜ。でも他の車は旋回軸が走行中に移動していると感じることが多いようだな。スープラは旋回軸が変わらずにどっしりとしている。つまりさっきマリサが言ってたように、80スープラはハンドリングマシンってわけね。また、ハンドリングのいい見本。日本のナンバーワン FR スポーツ、とも述べ、スープラにぞっこんなんだぜ。80スープラのファンや車好き、そしてプロドライバーからの評価を聞いて、80スープラがどうして人気なのか、そしてトヨタが新型を登場させようと思っている理由がよくわかったわ。もし本当に新型が登場したら、世界各地で大興奮の嵐が起こること間違いなしね。この動画では歴代スープラの解説と80スープラの特徴、そして新型80スープラの最新情報についてまとめてきたけど、改めて80スープラの凄さがわかっただろ。十分にわかりました。トヨタのフラッグシップスポーツカーを名乗るだけあって、常にライバル車といい勝負をしてきたこと、そして時代の最先端装備を搭載していたこともわかったわ。さらに80スープラが生産終了になって20年以上も経過しているのに、世界中に現役のファンがいたり、中古車市場で高値がつけられているのも驚きだよな。新型80スープラの続報が発表されるのが待ち遠しいし、特別仕様車として新しい形のスープラが登場するのも楽しみだわ。スープラのことを考えると興奮が止まらないな。それじゃあ今回の動画はここまでだ。もしよかったら、みんなの熱い気持ちをコメントしてくれ。そして、この動画が面白いと思ったら高評価よろしく頼むぜ。みんなのコメントと、高評価のおかげで動画作成頑張れてます。これからもみんなが楽しめるような動画を投稿できるように頑張るので、チャンネル登録で応援していただけると、とても嬉しいです。それでは今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。